ではここからは下半身です。お尻をほぐします。皆さん お尻ってほぐしたことありますか？結構私たち普段お尻の筋肉使ってます。分かりやすいところで言うと、もう椅子から立ったり座ったりとか使ってます。結構ね、凝ってたりするので、ぜひ一緒にやっていきましょう。まずじゃあ右のお尻からテニスボール使ってほぐします。右足をちょっと寝かします。で、左足を起こします。なんかこんな感じ。全体の格好はこういうちょっとだらくした格好、中にだらーんと遠くを眺めてたりテレビ見たりするようなこんな格好です。で、あくまでこの形は一つの例なので、他にもいろいろありますが、今日はこんな形でやっていきます。で、右のこのお尻の近くにボールを置きます。で、手はちょっと後ろで、手とまあ足とかでよっこらしょってお尻上げてください。で、お尻上げたら、お尻をボールの上にゆっくり下ろしていきます。はい。で、この時に注意してほしいのが、骨を乗せないでください。骨はストレッチじゃなくてリリースしませんので、このお尻の柔らかいところ、真後ろは尾底骨とか仙骨っていうのがありますね。で、外行くと今度はこの骨盤だったりとか、足の骨があったりするので、何もないところ、とにかく柔らかいところですね。ここをボールの上に乗せます。ゆっくり体重落としていってください。じゃないと、初めてやる方とかは思った以上に痛いので気をつけながら、で、ゆっくりゆっくり体重かけていって、これを自分で腰上げて、またちょっとずらして体重かける。で、 OK です。最初はで、これやったことある人とか全然よくわかんないんだけどって言った場合は、体重かけたまま体をですね、ボールの上です、ね、少し動かしてあげてください。前行ったり横行ったりぐるぐる回したりとか、はい、徐々にこのほぐすエリアをですね、こう移動していくような感じです。これも慣れてくるともう全然だいぶ体重かけられると思いますが、最初は様子を見ながらやってください。で、これもボールが痛すぎたら、ボールの上にタオル1枚乗せて、そこにお尻を乗せてあげてもいいと思います。これはまさにテレビ見ながらとかできますね。ゴロゴロとこんな感じで動かします。動かせなくても気にしないでください。ふう、力抜くだけでも全然大丈夫です。で、次反対もちょっとやってみましょう。今度左足寝かして右足を起こします。上半身は同じです。少し後ろに寄りかかる感じです。で、左のお尻の近くにボールを置いて、よいしょと腰上げたら、ボールの上にお尻を乗せます。腕のこの力を加減しながら体重をかけていってみてください。大丈夫な方はそこから少し体を前後したり左右したりぐるぐる回したりしてみましょう。結構固まってますよ、お尻は皆さん。で、今床がフローリングなので、あまりボールが転がりません。一緒にこう滑っていっちゃいます。なので、あまり滑っちゃうような場所でやらない方がいいかもしれない。あとはヨガマット持ってる方はぜひヨガマットの上の方がいいですね。はい、こんな感じです、お尻は。では、じゃあ次は足いきます。ちょっと難しいといえば難しいんですけども、ボール1個でできるといえばできるので、はい、これは1個持ってれば全部全身できますので、ももの内側いきます。こんな感じであぐらかきます。で、かけない方は別にこうやって起きてても大丈夫です。楽、やり方が難しいというか、大変か大変じゃないかの違いです。じゃあまず、あぐらをかいて、ももが、内ももが上向いてる状態にします。で、右足の上にボールを置いて、両手でこれもちょっと上から押しながらゴロゴロする、これだけです。膝が寝ない、こうね、こうやって倒れない方、こうやって起きてる状態だったら片手でやります。こんな感じです。ただやっぱり疲れちゃうので、
テニスボールの、まあ、ちょっとここは限界はあるんですが、まあ、できないことはないです、はい、ストレッチポール、足はねストレッチポールでやる方が楽な動きが多いですね。でこの内転、内側の筋肉が硬いのはですね、まあ、いろんな理由があると思いますが、内側の筋肉は足の前や外や後ろどの筋肉よりも一番ちっちゃい筋肉です。厳密に言うと細いという感じなんですが、すぐ小さいってことですね。弱いと固まるんですね。それ以上伸びたりとか使ったりすると危険だって思ってこの筋肉は動かないように自分を守ります、まあ、それがちょっと硬いっていうことですね。なのでじゃあ柔らかくするにはどうしたらいいかっていうと、まあ、丁寧にやって伸ばしてあげるのが大事なんですけど、ついでにですね鍛えた方がいいということになります。鍛えて強くそして大きくする。まあ、大きくって言っても足は太くなりませんので安心してください。はい、じゃこれ反対いきましょう。両手で上から軽く押しながら転がします。でこれやると分かると思いますが腕が疲れます。はい、疲れたらやめていただいて結構です。ちなみにクラシックバレエはこの内側の筋肉をいっぱい使います。だいぶ使います。踊りの中で内側の筋肉を使う動きが多いということなんですけど、なので足の細さそして、まあ、強いですね。でしかも、まあ、もちろん当然柔らかいですね。では内側やりました。で表も、まあ、これはっきりとこうやってマッサージすればいいかなと思います。で、まあ、ボールでももちろんいいんですけど、ここはなんか綿棒みたいのでもいいかもしれない。軽く軽くやってください。はい、反対もいきます。これご覧になってる方の中には反り腰の方いらっしゃいますか？その方はぜひこの前、ももの前をですね緩めてあげてください。前のももが縮んでるので引っ張られてあの姿勢になる。まあちょっと細かい説明はだいぶ端折りましたが、ここの筋肉によって反ってるという方もいらっしゃるので、はい、ここを緩めるとですね骨盤がこう前に倒れてるのが少しね戻ったりしますので、毎日やることをおすすめします。まあ毎日やればいいんですけど、毎日やるのって大変じゃないですか。ついつい忘れちゃうのよねっていう。で大事なのは毎日やることというよりは継続してやることが大事なので、週に2回でもいいし毎週何曜日でもいいんですけど、具体的にこの日このタイミングでやるっていうのを決めちゃった方が続きやすいです。でできなくても気にしない。はい、よろしいでしょうか。じゃあ次はももの裏いきましょう。ハムストリングス、右足伸ばしますがももの下にボール置きます。でこれも痛かったらタオルを1枚重ねていただいた方がいいかもしれないですね。で反対の足膝立てます。で手で体を支えます。この状態で右のお尻だけを行ったり来たりするでもいいし、全部こうやって前行く後ろ行くでも大丈夫です。このこうやってお尻歩きするみたいな感じで右の腰だけ行ったり来たりもありだし、全部を前行ったり後ろ行ったりでもどちらでもいいです。で痛い方はですね無理やりこうやって前後にこうやって動かなくても大丈夫です。ボールを置いた、ももを乗せた、軽く上から押す、でまたボールずらして押す、これでもいいです。これでも大丈夫です。じゃあ反対いきましょう。
なんかストレッチのクラスをやっていて、硬くてすいませんって謝ってくる人がいるんですけど、まあ、悪いことじゃないというか、ゆっくりやってもらえるのが良くて、絶対にこのストレッチとかリリースは焦らないのと、無理なことをしない、ゆっくりちゃんとその時の自分の体の硬さ柔らかさに合わせたことをやらないと全然結果につながらない、むしろ悪い結果ばっかり招いてしまうので、ゆっくりゆっくりやってください。で、全く痛くないのだとあまり変化がないと思うんで、ちょっと痛いけど気持ちいいよなっていうところを常に自分の感覚で大丈夫なので、そこを狙っていろんな動きをしてみてください。では次は外側です。外側ってめちゃくちゃ痛いんですけど、これ普通に手でこれだけでもねめちゃめちゃ痛いです。椅子に座っていただいても同じです。座って外側をやります。で、これは圧倒的にストレッチポールの方がやりやすいんですけど、まあできなくはない。で、もう一個違うフォームは難しいですが、ちょっとやってみます。右足寝かします。で、左足は後ろです。こんな格好をします、はい、そうすると体が少し斜めになって、右足だと右側に倒れます。このももの外側の下にボールを置きます、はい、で、これを上から押していただけます、はい、痛いです。めちゃくちゃ痛いです。押さなくても痛いです。おそらくですね、これ本当に人によるかもしれないんですけど、この前、内、後ろに比べて外が圧倒的に痛いので、なんだろう、その痛みをですね我慢してまで長い時間やる必要は全くないです。もう嫌だったらやめてください。で、これもやっていけばどのくらい痛いかっていうのが分かってくるので、はい、時間とかも自分で調整できると思います。反対も手で、片手でこうやって膝、伸ばしてもいいし曲げてもいいし、椅子に座ってもいいので、片手で、あ、これでもいいのかな、転がします。で、ここ人体があるので、なんかもう分かりやすくぐにゃぐにゃになることはないと思います。全体的に転がしてあげてください。で、さっきみたいに寝かし、左足寝かして右足を後ろに回し込んで、こういうフォームですね。で、外側の、ももの外側の下に、ここですね、置いて、押すか、もうこれだけ。まあ、呼吸を忘れないように。呼吸って普段、まあ、意識してないんですけど、こういう体をですね、なんかほぐしたりとか動かしたりするときというのは、呼吸にも少し意識を向けてあげてください。じゃあ次行きましょう。次、ふくらはぎです。ここ第二の心臓って言われるところですね。やり方は同じです。ももと同じで、伸ばしてふくらはぎの下に置いて、これ前後するだけ。乗るだけでもいいし、ちょっと手で押さえてもあんまりちょっと遠いので負荷がかかりづらいと思うんで、乗せてるだけでも全然いいと思います。いけそうな方はゴロゴロ。で、まあ、当然ですが、ももに比べてふくらはぎの方が小さいというか細いですよね。ボールもですね、ちょっと綺麗に転がりづらいと思うので、例えばなんか家に筒状のものありますか？アルミホイルの芯とか、あとはヘアスプレーとか、あとは筒のポテトチップ容器とか、これを横に置いてその上に足を乗せて転がしたら、はい、楽です。で、まあ、当然ストレッチポールがあればそれをぜひ使ってください。ただこのようにやれないことはないので、あまり物を増やしたくないなという方はテニスボールで十分です。はい、反対いきます。左足伸ばしてふくらはぎをの下にボールを置きます。反対の足を膝立てて手は床、このまま力抜くだけでも OK です。物足りない方は少し前後に体を動かしてあげてください。はい、
では最後ほぐします場所はですね、筋肉のつなぎ目ですね。今は筋肉全一箇所の筋肉を全体にほぐしたんですけど、つなぎ目です。特に膝の後ろ、ももの筋肉とふくらはぎの筋肉のこうちょうどつなぎ目というか分かれ目というか、ここで筋肉が切り替わるんですけど、それを緩めていきます。四つん這いになりまして、これ右と左両方やるのでどちらから始めていただいても結構です。でボールをですね、完全に膝の裏に挟みます。グッといきます。でこのまま体重をかけていくだけです。痛いです。ゆっくりやってください。で完全に正座しきらなくて結構です。痛いと思うんで、できない方の方が多いと思います。でこれも痛いと呼吸が止まりがちなので、忘れないように自然な呼吸でいいので呼吸しましょう。はい、これを反対もいきましょう。四つん這いになったら膝の裏にしっかりボールをグッと入れちゃいます。でゆっくり体重をかけていきます。はい、 OK です。あとはお好みでというか、座ってもいいし立ってもいいので、足の裏をテニスボールでゴロ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 、これはもう気持ちいいの皆さんご存知ですよね。これ一番簡単なのでやっておいてください。じゃあストレッチいきましょう。やっと下半身のストレッチです。椅子に座るバージョンにしましょうか。床に座ってやるのって簡単なようで、実はできないことがあったりします。ほとんどのことは椅子に座ったらできることばかりなので、今日はそれでいきます。じゃあまずちょっとお尻のあたりの筋肉を緩めていきましょう。足を軽く揃えた状態で右の足乗せます。で理想はこの膝が横まこう向いてるといいんですけど、もちろんこういう方もいると思います。はい、まあこうしていくのがいいよっていうのだけ覚えておいてください。はい、そしたら背中は伸ばしてください。伸ばした状態で前に倒れていきます。で倒れていくうちに首が前に出てきちゃったり腰が丸くなっちゃったら、もうそれ以上倒れなくて大丈夫です。まっすぐ行く範囲で倒れていきます。もうこれだけでもこの辺効きません、伸びてませんか。はい、でこのまま3回から5回ぐらい呼吸するだけでも OK です。もうちょっといくから大丈夫な人、押します。上からこの膝、曲がってる膝を上から軽く押して、斜めに前に倒れたままひねります。これも呼吸を忘れないようにしてください。3回から5回呼吸してください。たら次は皆さん行きましょうか。足乗せてます。このままもうとにかく背中のこと何も気にしなくていいので、手を前に出してて脱力です。ふーと。で、前に倒れるのが苦しい方もいると思うんですけど、もし苦しい方は例えばお腹、ここにクッションとか枕を乗せて楽な状態にしていただいてもいいです。とにかく前に倒れてリラックスしてる状態、首や背中が伸びる方もいると思いますし、一応目的伸ばしたいなっていう場所はこの辺りです。お尻の外側というかお尻と足の間ぐらい、この辺伸びてると思います。はい、じゃあこれも反対いってみましょう。左足を乗せてみます。背中を伸ばして、背中まっすぐ変わらないまま倒れられるところまでいってください。これは本当に無理しないようにというか、姿勢第一なので丸くしてたらほぼ効果が求めてる効果がなくなるよと思ってください。これで伸びてたら OK で、そのままで大丈夫です。もうちょっといける方は上から膝を押して少しひねります。呼吸は3回から5回くらいで大丈夫です。はい、そしたら手は前にダラーンと落として、で背中も首も力も全部力抜けます。脱力してください。
はい、OK です。では、次、内側の筋肉。開きます。これも無理しないで開いてください。無理してるかしてないかをチェックするのは、つま先と膝が同じ方向を向いているかどうかですね。なので、この開いた時点で膝の方が中に入ってたら、それ開きすぎと思っていただいてもいいかもしれないです。ただこうちょっとね、今から手でこうやって前に倒れてこないようにサポートするので、それでつま先と膝の向きが同じになってれば大丈夫です。で開きました。で、このももの上に手を置きます。で、手で少し膝を後ろに押すような感じで体をひねります。はい、手でこれ押さないとここの伸びがちょっとあまりないので出てこないと思って押してます。で、これ腰丸くならないように気をつけてください。まっすぐです。こうならないようにちょっとまっすぐ。反対。これは右左もう一回ずつやってください。はい。最後は今度裏側のストレッチです。座った状態でですね、前に倒れて足首持ちます。こんな感じ。もしくは手床でも大丈夫。足首持ってこのままお尻を上げていきます。で、ルールを先に決めるとしたら、ももとお腹をずっとつけたまま、例えばこうやってフォーム最初始めて膝伸ばしてきた時に体がこうやって離れちゃったらダメです。つけたまま伸びる、膝伸びきらなくても全然大丈夫です。でゆっくり座る、これは何回かしてからでいいので、最後はじゃあ3回やりましょうか。お腹とももくっつけて下ろす。もう一回いきましょう。お尻上げてお腹とももくっつけたまま膝伸ばそうとして、こうやってリラックス。最後は膝伸ばしきりましょう。でお腹はもうももから離れても大丈夫です。こうなる。ゆっくりやってください。で、起き上がる。まあ、普段ストレッチとかしない方はこれだけでも結構疲れるのと伸びるんじゃないかなと思います。では最後に前屈をして終わりにしましょう。2種類やります。まずは皆さんよくあるやつをやってみますね。足はちょっと腰幅ぐらい、もしくは足と足の間にグーが1個この向きで入るぐらいの幅でいいです。開いていきましょう。まずこのまま首の力抜いていきます。コテンと頭を前に倒します。で頭の重さと腕の重さでゆっくりゆっくりゆっくり前に倒れていきます。下に行ったらそのままやはり呼吸は3回から5回してみましょう。はい、そしたら起き上がりますが、いきなりグワッと起きないでください。軽く膝を曲げて頭と腕の重さをそのまま感じながら起き上がります。これがね、多分一番楽な起き上がり方かなと思います。ではもう1種類いきます。手を上に上げて、先に体をですね、伸ばす状態。ここから手を上げて、高いところのものを手を取ろうとします。グーッと。このまま前に倒れていきます。遠くの空気を手でこうです。なんか触りながら、触りながら。で、下まで行ったなと思ったら力抜いてください。起き上がるときはさっきと同じです。軽く膝を曲げて、首の力と腕の力を抜いて起き上がります。いかがでしたでしょうか。今日は比較的長くというかしっかり
時間を取ってやりました。上半身と下半身に分けてやりましたけど、いかがでしたでしょうか。ぜひ感想をお願いします。で、これが物足りない方は、もっともっと負荷がかかるやり方はありますし、これでもまだまだちょっと硬いわという方は、もっともっとこれも簡単にするやり方もあるので、いろんな感想をいただけると今後の参考にさせていただきたいので、ぜひ送ってください。コメントお待ちしています。あと、コメントとかもいいやっていう方はですね、高評価グッドボタン押していただけると嬉しいです。ストレッチいろんなやり方とかいろんな箇所あるので、この1回で終わらずにやっていきたいなと思っています。では、ありがとうございました。